はい、塩見でございます。今どこ来てるかというと、箕面のファミリーマートに来ております。今からですね、ロードバイクで箕面の滝まで登っていこうと思っておりますが、これがビデオにできてるってことは一応登れてんのかなと思います。もし途中で、心折れたらですね、ビデオ中止にしようかと思ってます。さて、塩見は上まで登れるんでしょうか。はい、まあちょっとね、ヒルクライミング苦手なんで練習がてら来てみました。本日5月の29日土曜日です。10時40分ぐらいですね。はい、じゃあ今からちょっと行ってきたいと思います。それでは、はい、いよいよ箕面の登り口でございますが、ここまで車でも割と登ってますね。はい、天候渡りましょう。はい、山に差し掛かってきました。ちょっとヒルクライミングの練習でございます。とりあえずゆっくり登ってみようかと思ってます。途中綺麗なポイントがあったらちょっとね、撮影でもしながら登っていこうかと思っております。久々ですな。おお、大阪の景色が一望できますが、360度カメラで映るかなこれ。だいぶ息上がりましたが、登りは登ってきた模様です。あそこ前のあそこからちょっとした下りになっている。
はい、スパイクしかね今日持ってないっていうのと、鍵も持ってきてないっていうので、箕面の滝の下まで行くのはちょっと断念しました。このままですね、一応ミッションクリアということで、このまま帰りたいと思ってます。はあ、疲れた。ただいま 19.94 キロやから、そうですね、20キロぐらい走ってきて、まあ合計40いかないかな、36ぐらいかな。またね、美味しいものでもね食べに行く動画とかね作っていきたいと思います。はい、自転車動画もねちょっとね力入れて多分ね行きたいと思います。それではしおみんでした。また違う動画でお会いしましょう。最後まで視聴ありがとうございました。